今回は、2段目の揃え方を覚えるコツを説明します。こんな風に揃えたいのですが、1段目の白面が崩れないようにしないといけません。このエッジをここに入れる手順です。まず上面を回して横面の色を合わせます。エッジの赤とセンターの赤が合いました。こういう風に倒せば綺麗に揃う位置です。まず持ち方ですが、3面が見えるように持ちます。今回は右緑、左赤、上黄色です。ここが、上面だけを回して、入れたい場所に一番近づけられる場所です。戻します。まず、入れたいものを、入れたい場所から遠ざけます。この時、上面を回します。今回遠ざけるには入れたいものが左に移動しています。左に移動するのと右に移動するので、使う手が変わります。左に遠ざけた場合は、この後、右手を使います。この入れたい場所の下にある白コーナーに注目して、上げて、遠ざけたエッジを追いかける方向に回す。上げた分を下げて戻す。白コーナーが外れました。コーナーを外した場所の真上に戻します。上面を回します。これは左手でコーナーが揃えられるパターンなので、持ち替えて左手でコーナーを揃えます。そうすると、入れたかったエッジが入ります。逆パターンを作ります。ここが入れたい場所です。こっちだと横面の色が揃っていません。こっちが正解です。ここが最も接近する位置です。一旦、上面を回して遠ざけます。右奥に遠ざけました。右奥に遠ざけた場合は、逆の左手を使います。入れたい場所の下の白コーナーを外すために上げます。エッジを追いかける方向に回します。上げた分を戻します。白コーナーが外れます。白コーナーがあった元の位置の真上に移動し、右手で入るパターンなので、右手で入れます。エッジが入りました。もう一回やります。横面の色を合わせます。ここが最も接近する位置なので逆に移動しておく。左に移動したので、逆の右手を使います。コーナーを上げて、エッジを追いかける方向に外す。上げた分を下げる。白コーナーが一つだけ外れます。元あった場所の真上に戻します。左手で入れられるパターンなので、持ち替えて左手でコーナーを入れます。ここで、入れたいエッジとドッキングして、巻き込まれます。逆パターンをやります。まず横の面の色を合わせます。ここに入れたい。ここが真上。一旦遠ざける。右に遠ざけたので、左手を使います。左手で白コーナーを外して、白コーナーを元の場所の真上に戻し、右手で入れられるパターンなので、持ち替えて右手で入れるとエッジが巻き込まれる。最後に間違った場所に入っているエッジや、反転しているエッジの外し方です。一旦外したいエッジの下のコーナーを右手で外し、コーナーを元あった場所の真上に移動して、持ち替えて、左手で入れます。外れました。入れ直すには、横の面の色を合わせてから、一旦遠ざけて、逆の手でコーナーを外して追いかけて、コーナー戻して持ち替えてコーナーを入れる。で、エッジが入ります。もう一回やります。一旦
番外したいエッジの下のコーナーを右手で外し、持ち替えて、左手で入れます。外れました。入れ直すには、横の面の色を合わせてから、一旦遠ざけて、逆の手でコーナーを外して追いかけて、コーナー戻して持ち替えてコーナーを入れる。で、エッジが入ります。二段目の揃え方のコツは以上です。何度も練習してみてください。それでは今回はこの辺で。